アストロサイトは中枢神経系に存在するクリア細胞の一つ。アストロンはギリシア語で、星、サイトはギリシア語で細胞という意味に由来する。アストログリアとも言う、正常に革細胞という日本語訳もある。多くの染色法では星型の形態を示すことから、正常グリアの名称を持つ。ただしこれらは細胞の一部を可視化しているに過ぎず、 実際は極めて多数の密な突起を持つ、はるかに複雑な構造である。アストロサイトの多数の突起の間に、近傍を走行する神経繊維が配置される。脳や、脊髄などの神経組織では、他の通常組織において、指示のために存在する抗原繊維は乏しく、神経繊維の保持には、このような指示細胞がその役を果たしている。アストロサイトの さらにもう一つの役割として、脳の血管器底膜に突起を接して、血液脳関門の閉鎖機能の維持に寄与している。また脳表面側では、髄液脳関門を形成していると考えられている。なお、中枢神経組織内には、アストロサイト以外に、オリゴテンドロサイト、ミクログリアと呼ばれる3種類のグリア細胞が存在する。1846年。 病理学者のルドルフ・ウィルヒョウは当時の組織染色技術では細胞の形を捉えることができなかった神経の間を埋める何らかの物質をグリア細胞として定義したのだろうと言われている。1858年、ウィルヒョウはこれが細胞であることを突き止めて結合組織細胞と記載した。グリア細胞はカミロ・ゴルジが確立したゴルジ染色法により ニューロンと共に形態が明らかとなったが、1895年神経組織学者のミカエル・レンホサックがアストロサイトと命名した。脳の物理的な構造維持に関わる。アストロサイト同士は互いに排他的に位置している。またトライパートイとシナプスを形成する。アストロサイト・アストロサイトはグファップ交代で染まるステムと呼ばれる部分と、これを囲むように、 細胞膜とアクチン細胞骨格からなる微細な突起が存在していると考えられている。グファップは中間系フィラメントであり、成熟アストロサイトのマーカーであるとされる。細胞体や幹となる部分の芯に存在する。微細な突起状構造は役割や位置によって PAP やペラーバスキアラーグリルプロセスと呼ばれ、アストロサイトの多彩な機能を担う実動部分であると。 考えられている。例えば PAP でシナプスや樹状突起に触れ神経細胞との相互作用を行う。PAP は細胞膜の80%を占める。PAP は太さ1マイクロメートル未満や50ナノメートル未満と定義されることもある。このように観察するにはあまりに細かな構造で、また分離することも困難であるため、生きた組織に対して PAP の構造や運動性についての直接的な研究はあまり進んでいない。また、培養技術の開発が進んでいないことも研究を困難にしている。脳内から管理し、アストロサイトのみを培養しようとすると、PAP の微細な構造は失われ、生体内とは全く異なる構造をとる。PAP の少し膨らんだ部分や分岐する箇所にはミトコンドリアがあり、 細胞体から離れた箇所においてもマグラー関連代謝等の機能を支えていると考えられている。以前の脳科学においては神経ネットワークの重要性ばかりが強調され、アストロサイトは単なる二カはつまりニューロンネットワークを構造的に支えるものと考えられていたが近年ではその機能は再考されている。これはクリア細胞研究においては解剖学的に古くから、 注目されてきた機能である。アストロサイトには互いに排他的な領域があり、細胞ごとに自らの領域内のニューロンの構造を維持していると言える。近年になって注目を集めている機能であり、最近の研究のほとんどはこの機能に関するものである。1980年代初頭にラットの網膜神経を用い、ラフラによって行われた古典的な分類がある。 ありがとうございます。